皆さんこんにちは、あいちんです。今日はなんか何やら二郎系ラーメンを自販機で買えるっていう噂を嗅ぎつけたんですよ。だからそれを早速探しに行きたいと思います。行ってみましょう。これじゃない？すごくない？飲み物の隣ヌードルツアーズ。え、すごい。あ、でもこれなんか二郎系ラーメンだけじゃなくて、いろんなラーメン屋さんのラーメンが置いてあるってことじゃない？え、すごい、餃子も置いてある。え、すごい。これどんな感じで出てくるんだろう。あ、待って待って、こちらの商品すべて冷凍ラーメンです。ご家庭での調理が必要となります。冷凍なんだ。作るんです。ここで買ってで家で作る。今のスタジオで作って食べてみます。どうしましょう。え、すごいじゃん、1個1000円。上原さん、どれ食べたいとかありますか？迷う。でもなんか二郎で最近攻めてるから、二郎系がやっぱね、しかも人気ナンバーワンなんで、まあこの人気ナンバーワンバリを買ってみましょう。これじゃあ1000円で、貴重な1000円でね、もうこれ一発でなくなる。あ、しかもあれ、お釣りダメだ、1000円札持ってこないと買えないこれ。はい、これで、あ、でも0304、縁起が03の方がいいから03。すごい、面白い。買うボタンでいいかな。で、買う。うお、すごい。待って、冷凍ラーメンが3秒で出てきたえ、すごい、楽しい。まあこんな感じになるようにちょっと野菜とか買っていきたいと思います。早速作っていきたいと思います。はい、こちらのまずバリオのラーメンを開けていきたいと思います。すごい。まずスープ、めっちゃ油、めっちゃ美味そう。ちゃんとチャーシュー入ってる、すごい。麺です。麺多いですね、これ。麺も入ってて、あと唐辛子も入っています。麺も入ってて、お召し上がり方、はい、大きい鍋に、鍋2つにたっぷりの沸騰したお湯を用意します。スープと麺用、今回はもやしを2玉とキャベツを1/4、そして二郎系ラーメンの醍醐味、にんにく、そして味玉も買っちゃいました。野菜を切りたいと思います。じゃあ今回は野菜増し、にんにく増し、唐辛子、味玉付きっていうことでやっていきたいと思います。沸騰してから、スープの袋を切らずに沸騰したスープ用の鍋に入れて10分から12分湯煎してください。丼にお湯を、入れて、あらかじめ丼を温めておきましょう。はい、じゃあ早速こちらにこのお湯をね入れて、あの丼を温めておきます。はい、ということでこちらのニンニク切っていきます。ニンニクの皮を剥いてる間にこれ入れちゃおう。このスープこの袋のまま投入します。いやー、いってらっしゃい。すごい、これなんかすりおろしたいな。みじん切りとさ、すりおろし両方やろう。これもお好みでさ、できるからいいね。はい、じゃあ麺入れていきたいと思います。投入します。で、強火で4から6分。見てー、太麺、すごい太い、美味しそう。もうほら、いけてんじゃない？あ、もういけそう。え、ちょっと硬い。うん、でも硬いね、ちょっと。でも、バニューだから、ちょっと硬いってこと。うん、完成です。イエー。じゃあ、投入します。イエーイ。うわ、待って、ちょっと待って、麺だけでめっちゃ多い。
よし、じゃあスープを振っていきます。シャカシャカシャカ、混ざってる、すごい。熱くて下持てない。わー、あ、ちちちちち、マジで熱い。はい、これを入れていきたいと思います。投入、盛り付けたいんだけど、チャーシューがもう柔らかすぎて溶け始めている。え、めっちゃ美味しそう。もう匂いがめっちゃいい。これ味玉も乗せたいから、ちょっと味玉の方もね、投入、味玉投入しました。ここにこの野菜たちをね、これを、あ、やばい、たっぷり乗せた方がいいんじゃない。これは、え、すごい量。チャーシューが見えない。はい、こちらにこのニンニクちゃんをすりおろしたやつで、こちらの刻んだニンニクちゃんもトッピング、すごい。はい、ということで完成しました。イエーイ。じゃあ早速食べたいと思います。はい、いただきます。日本語、いただきます。すごくない？このタワー、野菜マシマシやん。ニンニクもめっちゃ入れたし、ちょっとまずじゃあスープから。でも野菜入れすぎて、スープどこ？え、おいしい。え、おいしい。めっちゃ濃厚。え、おいしい。すごいな。じゃあこれ濃厚、ちょっと、いや、野菜が半端じゃない。じゃあまだひっくり返せないこれ。ちょっと野菜のせすぎた。あ、ちょっと麺いきたいんだけど。すごい、いただきます。スープが絡み合ってて、いや、めっちゃ美味しい。このチャーシューもいただきたいと思います。え、トロトロじゃない？味が染みてる。なんかお店の、本当に本当にお店。え、本当にお店ってか、お店、あ、いや、本当に飛ぶ。めっちゃ美味しいんですけど、卵いただきます。これはね、ちょっとスーパーの卵なんですけど、味玉。うん。うん、ふん。なんかちゃんとこの汁が使ってる。え、美味しい。なんか麺の硬さもちょうどいい。本当にちょうどいい。あの、黒唐辛子、辛いの好きなんでね、ちょっとふわーっと。いただきます。え、すごくない？でも取れないんだよね。うわ、このさ、二郎系のさ、食べれない。うん、あ、すごい、唐辛子めっちゃ美味しい。これかけた方が美味しい。このそろそろひっくり返せんじゃないの。ほら、展示開始。いけ、来ましたよ。このたっぷりの麺たちが、うん、うん、美味しい。すごい麺がね、うん、うん、なん
かもやしが天才的にシャキシャキしてて、自分でやったんだけどマジで美味しい。うん、このスープをすごい吸っててですね、うん、これは美味しい。スープを吸ってる、めっちゃ美味しい。うん、ニンニクがさ、さっきのニンニクがすごいここに紛れてんの、めっちゃニンニク、うわっ、うんふん、なんかさ昔さプロタンとさコラボしたっての頃さ、本当に美味しそうに食べますよねって、どうやってなんか気をつけてるんですかって言った時にさ、なるべく大きなお口でなるべくいっぱい口に入れるってさ教えてもらって、それから実践してんの。めっちゃほらこの絡んでる、かも丼は温めたからずっと温かい。うわっ、うん、うん、やばい、下に行くほどニンニクがすごい。うん、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 なんかさ本当にお店汁もお店、うん、うん、いや、うん、ごちそうさまでした。ということで皆さんぜひ、ラーメン自動販売機行ってみてください。バイバイ。パッパイパッパイパッパッパイ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 